和骨、今日はどんなカップ麺なのかな。あ、どんなカップ麺なのかな。鋭いな。午後で間に合う。午後で、ああ、瓶買いました。こっちの音量はゼロにして、で、読み、iPhone の方の読み上げで、こうで、こうで、こう、よし。はい、ええ、あ、いえ、ちょっと出かけてました。あの、なんとか山の展望台行ってきました。あ、腰だけ。あ、腰だけ。あ、そうそう、腰だけ、うん、たらけ、あ、はい、周りは結構綺麗に見えました、うん、あ、結構崖崩れとかしてましたね。あ、そうそうそう、台風でね、よく崩れました、ね、はい、そうか、まあ、自転車取れたんで行ってきました。まあ、それ、まあ、それしかどうなんですか。まだ閉まりまーす。あー、マイク届かないな。ちょっとマイクの声遠いかもしれませんが、うん、まだ閉まります。13時半のフリーで、あ、すいません、なぜかします。ローサポートの対応で、そう、就職はいつもの通り、JA が閉まってしまったからもうダメかと思ったら別のスーパーがあってですね、そっちは年中やってるみたいですよ。で、やっとカップ麺に添える生的なもの、お食事でございます。本当はですね、スパムとか食いたかったんですけど、いくら小さい缶でもスパムでかすぎるんですよ。で、今ラッキーさんにお湯入れてもらってます。ちょっと音量小さいと思うので、皆さんの方で音量上げてもらうしかないですね。すみません。災害避難所。で、結局今日は3便欠航した上で、1日2便なんですけど、昨日の1、2便と今日の1便が欠航して、今日2便がちょっと遅れて出ます。いわば、島を出たい。余裕があるんだったら別にいてもいいんですけどね。食うにそんなに困ることもないんで。老けた。特に老けて見えるのはこのこめかみのあたりの白髪かな。コンロの親指で乾燥麺も、あー、それもいいな。いいけどな。貧相だな。まあ否定はしない。明日はできます。よっ。ここは民宿です。民宿内マスオさん、チェックアウトはもうすでにしていますが、ご好意で食堂を貸していただいております。うん、はい、昼まで部屋も使ってもらってました。あとはね、チェックアウトを10時までしないといけないんですけどね。そうですね、船酔いはどのぐらい酔うか、どのぐらい入れるかわかんないですね。まあ確かに、うん、はい、あ、お願いします。あ、ありがとうございます。これ今生放送してます。コマの回線使って、今声だけちょっと入ったと思います。内間総さんのご好意でお菓子も、いただいております。あ、そう、生放送なんですね。失礼されてます。言ってないです。大丈夫。娘に移されてますか。今娘に移されてますって聞こえたから意味が通るから、それで結構、いや、それは特に、うん、
給湯器の音ですね。今出られるともうアウトですね。まだ食堂で給湯器は向こうの方で。換気扇回ってますけど、多分あれ電気で回ってるんじゃなくて外からの風で勝手に回ってるんだと思う。まだ手前じゃない、まだ2匹です。うん、まあでもあれですね、エアコンはいらないですね、暖房ってのは。寒かった、ウィンドブレーカー着なきゃ今日はやってられなかったですね。でも暖房をつけなきゃいけないぐらいの寒さではない、うん、先ほどのブーンという感じのこのお茶を入れていただいた給湯器の音でしたね。うん、ワハとまる、いや、あれ今日ワハを、あれなんか見ておかしいな。うん、まあ、これでいいか。うん、ああ、どうだろう、あ、なんとなるのかな。今5分ぐらい経ってるけど、まだ似たような感じですね。これ。見つかったね。なりましたね。なかなか強くていると、このネタに走るリファーさんがたくさんいるので。引っ越しは、あの、福岡の私たち実家で、私の方は昨日と違って沖縄そばじゃない。違う。細かい。マイクはマイクは一緒かな。あ、でフランキーさんのカツ麺でちょっとやられてます。マイクデバイス、あれ？マイクデバイスが違う？なんで？ちょっと確認しよう。お茶がない。音声違ってました。失礼しました。雪に降られて、あ、雪に降られてだったのか、あれは。失礼しました、マイク間違ってました。カップ麺映ったかな今。私は究極なんたらだから。昨晩は酒盛り、あの放送の時だけ酒飲みましたね。ちゃんぽんでございます、昼飯ちゃんぽん。とっ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 と、よっと、夜飲め、いや夜はちゃんと民宿の ご飯いただいてます。あ、そうですね、たった1日だけですけど、あの南極に残されたタロとジロの気分を味わうことができましたね。私はあの粗相する人間としての自覚はあります。スケジュール的にネロさんは、あ、雨も多かったのか。よし、じゃあこれも良ければ。燃える。うん。つい、うまいですよね、それ。うん。あ、昼は
昨日やってないみたいなので、こう食堂っぽいけど食堂としての営業はないんですよ。スルー、酒とナットギャンブル、そうだっけ、うん、そうだったかな。毎日 朝と晩はちゃんと食べてますよ。ヤムロさん、二日酔いとか大丈夫ですか？うん、確かに二日酔いになるほどの量飲んだことは多分まだないです。その前に動けなくなるから、うん、そこから刺激に、うん、フェリーの中、まあどうだろう、この手の施設があるといったら伊豆島の夜行フェリーのカメリア丸とかかな。お酢はあるけど、これグースはないな。ゆっくり、13時半だから大丈夫なはず、うん、これからたっぷり、そうですね、離れ小島大変、いや、すぐでもないんですよ。1時間以上かかります、沖縄本島まで。この構図年越しは大体寝てます。中山、それ中山だけ、うん、ロゴさんの愛人です。愛人1号、何号までいるんだ、うん、いや、ピント合わんかな、うん、うん、じゃあ、アントニー号。うん。うん。うん。あ、それは言えるかもしれないですね、ロボさん。ん、全国に愛人が。全国の港に。うん。あれ。現地妻っていうのは愛人の位置づけじゃないのかな。なんかダブってる気がする。現地妻と愛人でダブってしまった。うん、似てるもんじゃないですか。うん、以後、え、妻が自転車なんじゃないか、それだったら。あ、なるほど、うまいこと言いますね、ロボさん。うん、本妻はお前だよってことですね、つまり。な、本妻に乗り換えたばっかりですけどね。正妻は半年前に乗り換えた。うん、まあ、アスファルト、そうだった、アスファルトと結婚してもいいぐらいアスファルトが愛おしいことがある。前の自転車は部屋でバラしたまま置いてます。何したっけ、フレームにクラックかなんか入ってたんでしたっけ。うん、フレームにクラックかなんか入ってたんでしたっけ、ね、ダウンチューブに思いっきりクラックが半周ぐらい。うん、山下達郎ってクリスマスの歌の人ですよね。もうあの時期は過ぎたな。すごいですね、そうかもしれない。しかしすごいな、何がすごいって、このおっさんが2人でカップ麺食ってるだけの放送に、うん、よくこんだけリスナーさんが集まってきてくれて、うん、なんか特にそうなんですよね。こんだけコメントをね、打ってくれるのはちょっと嬉しいですね。うん、うん、しかもなんでひび入ったか分かんないんですよね。素性、うん、ちなみにランドヌールの人です。ランドヌール、なんか私の知り合いランドヌール多いんですけど、いや、でもなんかランド、僕のことランドヌールって言ったら本当のランドヌールの人に結構失礼だと思うんですよね。じゃあ偽ランドヌールで、うん、ランドナールとかで。僕なんか去年、うん、おっとしか、あ、チタンの意外と入る、そういうものなのか。うん、逆説的な。うん、だっておととしね、ブルベ初めて走って、あ、うん、初めて、うん、去年本格的にやってるのは去年、1年間、もう去年になってからですからね、うん、去年つか今年っていうか、うん、そういや、大晦日の昼過ぎにここにいるっていうところがすごい。大晦日の昼過ぎに沖縄の離島に取り残った、フェリー出し止め食らっているっていうところが、状況的にかなり面白い。スタンももろい、いや、そうでもないと思うんですけどね。
ボロいのかな。割とチタンはしなるって聞いたことあるけどな。 Z さんもそう、Z さんブルベ始めたっていうのは Z さんも最近じゃないですかね。うん、ですかね。Z さんも、あれじゃないですか、SR 撮ってますね。うん、私はランドヌルじゃないです。私はランドヌルじゃなくてサイバーサイクリストって名乗ってますから。うん、北海道こっちは今日はさすがに寒いです。あの半袖じゃ出歩けないぐらいに、うん、ちょっと寒かったですね。うん、関東でフラットでおすすめの場所、ね、うん、フラットでおすすめ、おすすめって言ったら大体峠しか知らないんですよねフラットだったらどこだろう。うん、利根川とか、利根川あそこは結構走りやすかったと思う。玉川とか荒川は結構もうあの歩く人とかと混ざっちゃってもうスピード出さないようなあの凸凹あったりするんで走りにくいんですけど、それがまだ結構空いてるんじゃなかったかな。結構は見込んでましたか。見込んでません。あとですね、あの7、8年前の統計情報があったんですけど、あのこの伊平屋島と沖縄本島を結ぶフェリーの就航率平均 85%、 実は 15% もあの出ないことがある航路だったようです、うん、知らなかった。あ、三浦半島楽しいですね、うんうん、あ、三浦半島、うん、割と、うん、比較的そんなにアップダウンきつくもないんで、うん、そう、すごい人は時期は なんで私の周りは緩い人少ないんだろう。忍徳君ははははと骨があって言ったら大丈夫かな。あちゃあちゃあちゃあ、まあこれフレーバーの成果なんだろうけど、ちゃんぽんスープうまい、すごくうまい、うん、結構なそうなん、うん、まあ、うんうん泳いで今のまあ水温的には大丈夫かな。でもサメとかいると思いますよ、こっちの方っていないかな。うん、少なくともサンゴ礁のあのリーフから出てしまうと外海だから。あ、伊豆諸島もそうなんですかね。金で年越しそば、あ、そういうことにしよう。うん、うん、本物ちゃんぽんか。あのなぜか北海道で長崎から移住してきた人たちのお店でちゃんぽん食ったことありますよ。うん、タイガーシャークってどれだっけ。焼き鳥やデザート、うん、帰宅ですか。これから帰宅します、うん、結構私は帰省、帰宅無事にできるといいんですけどね、うん、途中何事もトラブルはなければ、うん、あったらあったでまたネタにはなるけどいやもう今回はこれでお腹いっぱいですね、うん、ネタ的には。いやいや今日帰りますよ。うん、あ、この後放送多分する余裕ないと思います。ここからフェリーで渡って2時間以内に15キロ元あの名護ってとこまで自走で移動した後にあの飛行機対応のパッキングして、で高速バス乗って那覇空港に着いたらすぐ乗り換えて、で1時間後にあの飛行機が出るんですよ。うん、カニ飯か。カニ飯といったらどこだっけ。カニ飯といったらあそこなんて言ったっけ、北海道のあの尻尾のあたりのちょっと内側のところなんだっけ、地名が思い出せない。尻尾の内側ってことは函館ではないですね。温泉とかでも有名な、あ、おしゃまんべ、そのあたり、そのあたり、うん、おしゃまんべ登別じゃない、登別はちょっと北すぎるか。おしゃまんべ確かカニ飯で有名でしたよね。カニ駅弁だったっけ。バスは秋多分大丈夫じゃないですかね。こっち来るときはガラッガラでしたけど、うん、うん、サーブ本当にありがとうございます。アンドロイド用のヘルメットアタッチ、あ、アンドロイド端末を直にってことか。うん、那覇観光は今回全くなしです。初めて沖縄に来たホラフキーさんを那覇連れ回さないっていう。あ、バッテリー大丈夫です。もうこの放送しか使わないんで今日は、うん、沖縄料理美味しかったですね。
沖縄そばカップ麺だったけど、カップ麺だけ宿、うん、今日は大丈夫、私は実家、僕も帰るよ年越しは、うん、ほらじゃないって帰りますって。でも予定だと23時羽田空港着でしたっけ。23時半ですね。23時半、うんうん、まあだから、うん、だから多分、うん、まあパッキングしてるうちに年越しを迎えるか、うん、パッキングがスムーズにいけば、うん、自走で帰る途中でサドルの上で 年越しを迎えるか、うん、ってことになりそうですね。でメジャースポット避けたんじゃなくて私が行ってないところに来ただけです、うん、実は羽田からね、もう多分交通機関がないと思うんで、よっと、うん、もういいや今年は。私は初日の出を毎年見てないな、うん、寝てる。見るんだったら僕は自分家のベランダからでいいです。ちょうど東向きなんで、うん、どうかな。でも空港からだからね、うん、確かに、うん、あの行けるはずですよ。あそこは何とか行ったことある、うん、なんあのマリオさんをお迎えだったか見送りだったかした時に自走できましたね、うん、ごちそうさまでした。さて、さすがにカップ麺だけだと時間余ってしまったな。じゃあコーヒー出ましょうか。あーコーヒーでもイベントとしようかな。1枠、うん、2枠やってる余裕ないですね。うん、お菓子があるので。 ありがとうございます。ゆっくり。あと54分後に出港です。うん、今どこ見てる？小宿です。ここは民宿内間荘っていうところ。よっ、ファミレス並みの食堂ではなくて、まあ宿の食事するとこなんですけどね。さっきブーって言ってたのはこれです。食事するところ、あ、そういやそうかも。信じていましたよ。何を？コーヒー飲み放題です。お菓子も食べ放題です。ほら、これ買ってしたらもう3日目ですからね。初日の夜入れて。よっと。結構すれば、いやー別にもう。普通に泊まるのと変わらないと思いますけど、うん、よっと、もう一杯、もう一杯入れて、あ、入れすぎた。入れすぎた、入れすぎた。ちょっとパック捨ててきます。
できました。うん、うまそうです。胃がおかしく、カップラーメンコーヒーダメですか。今夜のエアドホースはございません。無事に帰るので。あ、じゃあ僕持ってきますよ。あ、うん、次は食わないです。次はやってたらフェリーやばくなってくるんで。うん、沖縄満喫。伊平屋島を満喫したと言った方が正しいかな。かなり、ま、この島網羅しましたよ。もうこの島について語れるくらいに。さっきの昼クラム良かったですね。あれ良かったですね。何だけでしたっけ。腰だけ林道腰だけ線っていうところが良かったです。ただ車じゃ行けないんですけどね。道が崩れてて。札幌帰る。誰札幌帰るの。誰ですか札幌帰るのは。インスタントも、インスタント近くの売店で買ってきました。生ものないんですよ。多分年末年始でお惣菜作ってるところがみんな休みで、今島内の売店にあるのはカップラーメンと乾物ぐらいです。乾物とあと缶詰ぐらいです。もう一泊しません。船長がフェリー乗り遅れ、シャレならんな。次のフェリー乗り遅れると明日で、明日って風が吹いたらまたそれ以降になる可能性がある。道崩れ、こんな粉でしたね。あ、いいですか。腰だけ林道はこんなところがありました。ちょっと車じゃ通りづらいです。まだ分かりませんね。通販でおすすめ分かりません。テーグル波は、それはこの後実感します。一体どうなるか分かりませんけどね。洞窟あれすごかったですね、うん、あ、洞窟すごかった。洞窟はあれ、なんか中に明かりとかつけなくていいんですかね。あと人によっちゃあれ入れないですよ、入り口。もうちょっと入り口広げりゃいいのに。洞窟では人間性が出ましたか。あのデブでヒゲだったらダメなのかよ的なやつですよね。行け勝ち星。そうそう。あ、ありがとうございます。あと1分ですね。那覇の鍾乳洞、あ、知らない。洞窟に厳重にはいなかったけど、なぜか鏡とかいろいろ置いてあった、うん、祭壇が置いてありましたね、うん、祭壇ありましたね、うん、武将ひげだっけ。日本軍が掘った、いや、あれって風とか砂で焦げたものらしいですよ。焦げたもの。あ、私テンパですよ。うん、そう、配信が終わったら互いにまたスマホ見つめながらじっとしてますから。あ、でも、うん、フェリーの中じゃそれやめた方がいいですね。そうですね。フェリーの中だと真っ先に、今日はですね、4便分、乗客は4便分まとめて乗るはずなんで、横になる場所を確保しとかなきゃやばいと思います、うん、じゃあありがとうございました。じゃあ多分この配信で終わりです。今年は良いお年を。ご風呂映像、そうですね、今日ご風呂忘れてきて、すればよかったな。良いお年を。砂が、そうそうそう、よくご存知で、うん、あとなんか安手がいっぱい死んでた。で、まだ終わらない。今日近所回ってくるだけのつもりだったので撮ってないんですよ。もったいなかった、うん、あんなね、いい道があるとはね、うん、思わぬ収穫でした、うん、福岡雪たまらんな。どうしよう。どうします、福岡空港降りられなかったら。ん、雪でそしたらまたこっち戻ってくるのかな。はそしたら那覇泊。まだあらかじめこれ見越してさよならとか言うべきかな。うん、ブラックスタイムまだ、うん、そうだね、うん、裏表コメントもなんか毎回来てるな。